してた。元気してたよ。元気やけど、うん、マー君との喧嘩が多い。ありない。いつもやねんけど。どんな感じで喧嘩するの？なんか最近な、本当には当たり。もう先にやり始めときたい。さっき飲む？なんか。いいじゃん。帰りました。帰り、ありがとう。2人でベランダでちょっと飲むから。あ、そうなんだ。そうからこれ持っていくわ。1個やってな。決まりの。あ、絶対泡多いやつ。あ、めっちゃ。ありがとう。かわいいやろ。かわいい。あ、ありがとう。乾杯。乾杯。うちこれで撮ろうか。このご時世ですし、まあ、もう今年終わりやん。コロナで終わったで。なに今のやってる幅だらけだった。ちょっときついそうだ。強いとこもある。パワー関係は多分こうなよなと思うけど。どうやろな。そうでもない。まあ旗から見たらそうなんかもしれないな。だからってそうでしょ。そうなんかなっていう。趣味はない。最近ちょっとなんかあの野菜作りたいな。農業。そう。ビールでいい。いただきます。酒が進みますわ。いや、こっちも男子会してプレゼント。プレゼント、うん、プレゼント。新居祝いと祝いと本を出版。マジで開けてもいい。一個も色違いで。ありがとう。ぜひ使って。ありがとう。すごい。いつも飾ってんのいいな。ありがとう。可愛い子についてもたら嬉しい。言えるようになったよ、そういう。女の子大好きやねんか。え、ほんまに女の子好きやねん。男じゃなくてよくない。あ、そうやな。こうテレビでこうどんどん映ってきはれん、いろんな女優さん、うん、この子可愛いなっていう話をしてたら、うん、気も悪ならはん。でもそれはそう。うち芸能人に嫉妬する。あ、そうな。そうなの。私は男放送じゃん。そうやね。また一応選挙行くから賛成。なんで結婚して幸せ。結婚して、うん、幸せやで。今の夫婦の人笑いはなやったけど。まだ一緒にお風呂入ってんの。土日。土日は入る。土日は入る。何それ。だから曜日で決まってんの。先に。ええな。入ってない。もう絶対絶対一緒に入ってくれへん。え、恥ずかしいんちゃう。あ、まあ恥ずかしいのはあると思う。恥ずかしい。ああ、もう今年も終わるで。早い。